皆さんこんにちは。キムコワールドへようこそ。こちらが KXCT125 300っていうのもあるんですけどね、はい、アーバンスポーツスクーターという、ね、バンク角がやたら深いみたいなね、スクーターでございます。そして、お隣にありますのがダウンタウンの350というモデルでございます。こちらね、125でおなじみかと思いますが、350とね、125っていう、はい、要は、まあ、似てますね。大きいのと小さいのっていうね、ものを用意している。はい、で、シムケチによってはですね、250があったりとかですね、200、これでもなんか200っていうのもあるみたいですね。はい、国によってはね、そういうのもあったりするようでございます。はい、堂々たる、このね、はい、車体、いかがですか、ね、残念ながら KXCT の方は日本では販売終了になっちゃいましたけど、ダウンタウンの方は350はね、まだ売ってますよ。はい。ということで、よろしければ、ご検討いただけると幸いでございます。そして、こちらはね、ターセリー S。こちらも125と150というのがございます。もちろん他の国に行くとね、300だとかそういうのもあるようでございますが、はい。まあ、日本においてはね、125と150が、販売されてございます。で、こうやってね、見てくださいよ。フロントは16インチホイールということでね、大きいね。ということは安定性が高いってことですね。はい。ですから荒れた路面とかでも結構余裕で走れる。あとどうしてこの車体こうホイールが大きいということはですね、こう何ですかね、ジャイロなんとね、そういうのが働くということで、こうね、回転の力が強いみたいで、うん、こうそれがこう安定性につながるっていうね、はい、そういうこともあるようでございます。はい。で、嬉しいのはね、前後 ABS ついてます。はい。これなかなかポイント高いね。はい。そして、こちらね、おなじみ GP125 っていうね、スクーターでございます。はい。なんて言ってもね、価格がお安い、お求めやすい。192,500円税込みっていう金額で、好評販売中の車両でございます。はい。そうは言ってもね、装備もなかなか充実していますよ。メーターなんかね、時計なんかついちゃったりとか、ちょっとね、時計ね、そうは言ってもね、結構狂うみたいなことをね、許してやってくださいよ。ね。少しぐらいはね、多めに見てやってください。はい。あとね、まあ、USB ついてたり、まあ、そういうのも、なかなかいいです。あ、タコメーターつ。タコメーター結構楽しいですよ。走ってるときね、上がってくるね。はい。そういったものも、ね、ございます。はい。そしてですね、ちょっとね、中に、もう販売終了に、ね、なっちゃうと、あれ、もう在庫限りになっちゃいますけど、メーカーにね、これ、レーシング S125。なんかね、九州の方でブイブイ言わせている方がね、日本ね、一番どうのこうのってね、やられてますけど、はい、レーシング S125 ね、かっこいいです。はい、実写見ていただくとね、残念ながらもうメーカー在庫限りで販売終了、日本でもね、はい、になってしまいますけど、うん、まあでもまだそこそこは残っているみたいなので、はい、ぜひね、走りはいいです。うん、間違いないです、うん。質は高いです。はい、カチッとしてますよね、はい。非常にいいと思います。はい、売りたいがために言ってるんじゃないかって。まあ別にほらね、グリファスが良ければグリファス買っていただけみたいなね、そんなことないんですけど、はい、これはちょっと一応ね、シート開けてみます。パチッ。ね、セルフオープンシート。ね、これ新車なんで、こんな状態ですけど、うちの在庫ですね、これね。はい。ですので、こちらね、もしよろしければと思うわけでございますが、なかなかね、この赤いいですよ。うん。で、これね、太陽の光、映像だとなんかオレンジだって一生懸命ね、騒いでる人がいましたけど、かなり濃い赤ですね。ルビーレッドっていうんですっけ。ね。はい。そして、こちらがね、レーシング S150。こちらももう販売終了になって、久しい。あと、沖縄に1台在庫があったような気がするんですけど、はい、もうそんな感じになっちゃってます。はい、150cc でね、可変バルブタイミングエンジンがついていたり、ね、あとメーターがね、スマートフォン連動のメーターがついていたり、なかなかこれもね、いい、スクーターでございます。はい、ということでね、まあこれはこのターセリー125ですけどね、はい、そんな感じでキムコの車両ね、なかなかいいものいっぱいあります。で、価格はやっぱり日本のメーカーに対してちょっと抑え気味でね、はい、やってくれてますんで、
だんだん円安円安で、ね、かなり厳しいみたいですけど、はい、まあ、でもそれは他のメーカーもね同じように輸入車、ただ他のメーカーね初めから高く設定してるから、日本のメーカーはねちょっと高めに設定してるわけですよ、やっぱ余裕を持ってね、はい、だからそういう意味では、まあ、まだねあれなんですけど、だから、ね、日本のメーカーに設けていただきたいという方は日本のメーカーをじゃんじゃん買っていただいてですね、そしていやいやいや、やっぱり台湾のメーカーにもちょっと儲けてもらわないとっていう方はね、キムコの車両、まあ、サンヤンさんもありますけど、まあ日本だとちょっとね今あれですから、買っていただくとね、で新たにね日本でも新規導入の車両がね予定されてますので、それが入ってきたらねぜひそういうのも検討していただくと、 X タウンシティ125と250、あと KRV なんていうのねあったりした、あとライクなんていうのもね、あるようでございますよ、はい、私が言って大丈夫ですか、大丈夫ですか、ね、大丈夫、社長大丈夫、 OK ですか、 OK、 まあまあ、見てる人いないから大丈夫だ、あ、わかりました、ということで、キムコの車両をねぜひよろしくお願いをいたします、やっぱりね